はい、カバーチェ袋、カッパ園長ですよ。さて、じゃあ今度は某国の人がね、こんなこと言ってまして、世界で頭脳が最も優秀な三大民族に、ドイツ人、ユダヤ人、そして我々が選ばれた。ちょっと恥ずかしいですね。だそうです。これはちょっと大変なテーマを選んでしまったな。まあ最初の人がね、我が国民がね、世界で頭脳が最も優秀な三大民族だと。私が高校生の頃、このようなエピソードを話してくれる教師がいました。彼の科目は倫理。正気の沙汰とは思えないな。その三大民族とは、アシュケナーズユダヤ人、ドイツゲルマン、そして我が民族。でもこの似たような話を幼い頃も少し聞いた気がするので、完全にあの先生が作った作り話ではないと思うし、幼い頃に聞いていた。ユダヤ人は賢く愛国心にあふれ、戦争が起きると祖国を救うためにやってくるが、アラブ人は怠け者で愚かで、数が多くてもイスラエルに太刀打ちできない。こんなエピソードのありうのような気もするが、どうでしょうか。ってことは何、科学的根拠は何もないんだ。てっきりなんかどっかのね、偉い学者さんとかがなんかこうね、調べて調べてみたいな、なんかそういうこう数字とか統計とかなんかデータに基づく話かと思いきや、なんとなく昔学校でこんな話を聞いたことあるんだけど、どうや、そういうこと。なんか全然話変わってきちゃったんだけど。あれ、そういうパターンのやつで、まあこんな、これにね、まあ暴行の人が続くんですけども、大丈夫かな。ちゃんと腹筋ほぐしておいてくださいね。最初の人が、ナチスとユダは何かの根結のようだがとか、当時海外に逃亡したユダヤ人もいたとか、今もイスラエルの若者は軍に入らないために、狂ったことをたくさんしている。そしてイスラエルの女性は募集されるというのに現実は半分も軍隊に入らない。で、次の人、我が国の人間、我が民族の IQ が高いのは事実です。IQ の評価を、我が国の人間に合わせてするはずもないのに。多分この人が言いたいのはね、自分たちに合わせて自分たち用にこの IQ テストを作られて、測ったわけではないのに、我々はすごく IQ が高いのは事実だ。そういうことが言いたいんですよね。で次、この考え方は若干ヒトラーの優生学のようでもあり。ヒトラーに謝ってきた方がいいんじゃないですか。次、我が国がノーベル賞を受賞したら医学賞ではないかと思う。頭のいい人材はみんな医者の時代なので、何か成果があるんじゃないかという期待。次、歴代ノーベル賞、なぜノーベル賞を受賞してないのにノーベル賞の話に行くんだ自ら。歴代ノーベル賞受賞者の 30% がユダヤ人で、ドイツは102人にも達するが、我が国は、かつての元大統領の平和賞を除けばたった一つのノーベル賞も受けたことがない、我が民族がこれらの民族と肩を並べるのは少し恥ずかしいです。恥ずかしいんだ。で、次の人が、だから我が国は先進国入りがカットされますよね。カットされるってどういう意味。先進国入りがカットされるってどういうことだろう。なんか途中なんか踏まな経ていかなきゃいけない段階をすっ飛ばして、いきなり先進国入りも無理ないよねみたいな、そういう感じでいいのかな。で次、国民の水準が問題である。あれ、ちょっとなんかそう水差すようなこと言っちゃダメじゃんね。いつも通りで行こうよね。様式日。まあ大体予想通りでしたね。すごいね。別になんかどっかの大学の研究チームとかが発表したわけではない、何の裏付けもない、ただ単に昔を振り返ってみて、そういえば私が学生の頃先生にこんなこと言われたんだよね、どうみたいな感じで、うわー、盛り上がる。それでこれだけ盛り上がれるんだからね、平和っすよね。まだまだ大丈夫ですね。もうすごいコンプレックスですね、このノーベル賞に対して。
なんだよ、もう年始からもうね、今年飛ばすな、2021年。早速全開で笑いを取りに来ましたよ。うん、いやー、もう今年も、去年で終わるかったら終わるわけがないんですけどね、今年もね、またこのね、彼らのこの自画自賛はね、スタートからもう度を超えてるからな。うん、笑い納めかと思いきやね、もう笑い始めからもうアクセル全開すぎ、本当に。そんな、もうちょっとこうね、ペースってあるんですけど、ペース。容赦ないですよね。うん、まあ確かにね、去年もから引き続き今年もね、うん、もうこのコロナで世界はまあどっちかというと暗い雰囲気だったじゃないですか。でもね、うん、すごいね、同列で並べられるね、ゲルマンとユダヤもかわいそうですよね。うん、なんで俺らがね、笑いを取りに行く片棒を担がされなきゃいけねえんだって、心の声が聞こえてきますよ。いつものあの、なんかグギギギギっていう耳障りのあまりよろしくない音じゃなくて、うん、ね。ゲルマンとユダヤの心の叫びが聞こえましたよ、俺には。うん、まあでもね、まあ彼らがね、うん、自分たちのことをね、何をどう言って、どう評価しようが、それは自由なんで、好きにやったらいいと思います。それについては別に何も言いません。ね、ただ一つお願いしたいのは、日本には来ないでいただきたい。いや、絶対に来たらダメです。それだけです。うん、いや、いいんですよ、何を言っても。ね、日本に来なければ何を言ってもいいです。ね、絶対に来たらダメです。だって代わりに我々は絶対行かないですから。うん。ね。早いとこ日本国内にあるこの母国のね、母国語、ね、表記、うん。あれ消してもらいたいですよね。改めてほしいですよ。うん。だって、ね、他こうね、パッと見、ね、一瞬、ね、なんだろう、うん、一別くれただけでもね、パッてこう入ってくるはずの、ね、むしろそれぐらいもうスピーディーに、パッパパッパ情報入ってこなきゃいけない情報がさ、あれと一緒に併記されてるだけで、なんか、え、あ、な、え、何、どういうことみたいな感じで、見にくいですもんね。情報が、ほら、情報としてね、入りにくくされたら、ほら、日本国民が困るようだったら、そんな余計なことしてほしくないじゃないですか。ね、うん。まあちょっとね、話取れちゃいましたけど、じゃあだって、母国の人に聞きたいんですけどね、そもそもね、うん、あなた方に世界的に何か偉業を成し遂げたことがある人って、かつていましたっけ、一人でも。いやー、あ、強いて言えば今の大統領か。ね。だってほら、貿易はさ、世界最高峰って言ってましたよね。ついこの間、つい去年の、ついこの間のことですよ。まあいいんですけどもね。まあ、ちなみになんかこのね、コメントの中でも言われていたね、かつてのこの某国の大統領、元大統領でね、うん、唯一無二のね、某国人ノーベル賞ね、その真実とはって、これはもう知ってるから、あえてここで詳しい説明はね、うん、省きますけどね、うん、金で買ったんです。うん、だから金で買ったと未だに言われるわけでしょ。うん、あれ、この辺の前後は大丈夫ですかね。要はノーベル平和賞は史上初のね、この、南側と北側のこの首脳会談が実現したことで、もらった、そういうね、うん、要はノーベル平和賞だったんですよね。太陽政策の件って言えばわかりますかね。ただ、この大統領ね、首脳会談のために、要はそのね、北側のね、指導者、うん、当時の指導者ね、の海外の秘密口座に4億5000万ドル送金して実現させたっていう話ですよね。うん、で、実際これアメリカのね、この議会調査局が報じてるんで、うん、2002年の5月ぐらいだったかな。で、また推薦状を書いてもらうために、東ティモールの首相と大統領に200万ドルずつ、賄賂を送金したと。これはまあアジア地域の人権擁護の件だったかな。で、これを後にばらした、要はこの某国の政府の人が、まあ、政治亡命する結末になってますよね。うん、まあそれは金で買ったって言われてもしょうがないですよね。うん、まあちょっと話またそれちゃいましたけど、大事なことだけね、お伝えさせていただくとね、別に何をどう妄想してね、うん、ニヤニヤするのも結構なんですけど、絶対に日本に来たらダメですね。こちらからは絶対に行かないんでね、うん、絶対に日本には来ないでくださいね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。